これは、お給仕終わりのメイドたちが、サラリーマンのご主人様のお悩みにお答えする、YouTube チャンネルです。めっちゃうまいもん、これ。ダイエットやってやって出そうと思ってるんだ。はい、いただきます。うん、シンデレラが美味しい、美味しい、めっちゃ美味しい。これ絶対売れると思う。シンデレラその前にさ、王子様がいっぱい来たんで、幸せな売れない。はー、落ち込んじゃやんよ。いやだ、すごい。最初どうにかしたい。居酒屋ドーム。絶対大丈夫だ、来て。怒られる。あ、隣後輩なのに。お待ちください。大将だーれん、家の常連さん。お、やっぱまあすっかり夏なんでね、夏バテが怖いじゃないですか。夏バテに行く食べ物なんかありますか。これいいんじゃないですか。塩分、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 もっとがっつりガツガツ食べたい、うん、え、そうめんどうですか。そうめん、そうめん、そうめんになんかいろいろ、そうめんならつるっていけるじゃないですか。あれにいろんな具材を入れると美味しいですよ。キムチ、キムチね、いろんな具材、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、さっきから潰しすぎじゃない先輩潰しすぎじゃない。やっぱ重くなくて、のぼディスってますか、納豆、大丈夫。納豆とキムチ好きですよ、私。いや、お肉とかダメなの。お肉とかでもネバネバ系が効くらしいです。納豆ですよ、オクラとか。納豆、オクラ、キムチ。いや、納豆は外気になるから、外気になる、匂いが。磨きしろ磨きをしろだから、いやいや、ほら、お弁当パカーやったらネバー、匂いふわー。お弁当なの？お弁当で解決するつもり？じゃ、いたんですよ。お弁当でね、納豆を持ってくる方がいらっしゃって、もうなんかもう私高校生の時に持ってって、いやそこでパカッと開けてたよ。え、パーンじゃないですか、匂いパーンじゃないですか。パーン、大丈夫、外行くの。お弁当じゃないんじゃない？お家でいいんじゃない？普通に。あ、お家ね。え、お、え、納豆入れるんですか、そうめんの中に。私は納豆じゃないけど。そうめんと。フルーツはダメ？結局。フルーツはいいと思う。フルーツ良さそう。フルーツは朝食べるといいんですよ。あ、そうなんだ。確かに朝ね。え、キュウリ？キュウリ。キュウリ夏の食べ物。もうほら、塩でもいいし、味噌でもいいし。栄養ある？ないですね。水分ですね。水分ですね。水分。水分取られてる。確かに水分です。そうですね。やめましょう。ネバネバ系のやつ。そうですね。あとあれね、夏と夏といえば土用の丑の日。うなぎ。うなぎ。うなぎだよ。うなぎを食べる日ですよね。何週目だよ。何週目。7月でした。え、よくスーパーが宣伝してる。この間なかった土用の丑の日。あ、確かに。あれ？わかんない。わかんない。まだうなぎだね。うなぎ。うなぎ食べましょう。あつや大将かがみです。お待たせしました。うなぎには、あのネバネバ系もいいみたいなんですけど、夏バテは風邪じゃないです。ちなみにと、うなぎを、うなぎはね、いろんな栄養成分が入ってるんで、ビタミンとか。うなぎ食べましょう。そうめんに、そうめんにいろいろのせる。うなぎものせる。うなぎものせる。そうめんもおすすめらしいです。はい、お待ちしております。ネバ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 、あ、痛かった、大丈夫、痛かった、ネバネバ大事、ネバネバ、ネバネバ、ネバネバ大事、大事。どうする、え、そうめんにうなぎ合わない？でも、ネバそう。え、大将行ってやってください。新メニュー、新メニュー。大将かっこいい。つかない、そうめんうなぎで失敗したら。すごい高くない？新食感とか出してたの。50度のフィックス。チャンネル登録お願いします。